コマクサ6を、なんだっけ、電車でこうプロフェッショナル仕様、大宇高専オープンから特急コマクサ485円で済めます。485円って、まあいろんな車両に見かけますわね。すごいね。おぉ、 E3 系のイメージをコンクトに今回イメージしたブルー2色の帯が入る。何これ、わざと入れたの、それとも偶然、偶然じゃないか、わざとか。こんなのもあるんだ。大宇高専485円走ったんだってのは知らんかったですっていう感じですね。まあ駅は通過駅が多いんで、ちょっとポイントだけ押さえていきましょう。見ていきましょうか。出発進行。だってね、動画ね撮ってたらね、あのクリアする路線もこう増えてきて、んで、まあ、いつの間にかこうやって新しい路線が入ったりするんでね、どうせだから取りましょうよって話でございますよ。制限35ですね。制限30、まあ、ちょっとなんだろうな、長いな、この制限、解除見えない。1ぐらいか。第3ペース。後1ぐらいがちょうどいいのかな。スキップ。四つ子山の 800m のところにセクションがありと。どうかな。 OK ですね。で、すぐそこに制限45と。へえ。待って、間に合うくね、これ。今日あと30秒35秒。ちょっと間に合うくね、これ。うん、すにも間に合うんです、これ多分。で、これ制限が入るのがあそこなんですよ。あの、四ツ谷駅前の多分線路の分岐するところですよね。うん、ここだよね。だからここまでだから、それまで45キロ以上出してもいいわけですよ。45キロ以上出しても。まだそういう風に出せなかったかな。やばい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 。大嫌いな円通だ。ダメか。制限解除。はい、こういう感じでなんかね、難しいですね。ダイン閉鎖進行。まだ45です。出発進行。車内販売よりご案内いたします。本日もご利用くださいましてありがとうございます。車内販売ではホットコーヒー、缶ジュース、ひどいな、ちょっと。さあ、何キロ出るか。見て、進行。いいぞ、いいぞ、いいぞ。進行。何キロ出るか、こいつは。35、136、行くぞ。あー、ダメか。45キロ制限あり。ダメか、ここか、ここで大阪行く。うわぁ、全然あれですね、相殺できませんでしたね、マイナス2で、34秒。結局45キロ出すまでもなく、25キロに抑えられずに制限解除されちゃいましたね。なんちゅうこっちゃ。まあ、という感じでね。中継制限。まだ加速してはいけません。わかりました。で、この後に制限80度からですね、停通して走ってた人たちは、あれですね、気をつけてください。そんなに難しくないでしょ。45キロ場内進行。制限45。こんなもんか。有馬の通過、出発進行。気をつけてください。私の方が危ないんですけどね。OK、制限45割ですね。はい、ここでまたこれ20秒知ってるかこれ。まあいいや、よくないか。
神宮寺通過、出発進行。550m 進行。これ 100m 間ね、セクションですね。大曲がり停車15秒。まあね、もともとの持ち点が高いし通過駅ばっかりなので、なんだろうな、なんでしょうね。オーバーランとかで大幅減点はないと思うんですよね。むしろとしたら相通しすぎて信号を食らって信号スピードオーバーして減点とかだと思うんですけど、まあないかなっていうこと。僕じゃねえな、個人的に、まあ、怖いのはあれですね、駅前の45キロ制限を律儀に守って予告入ってからずっと45キロで走ってるっていう人の場合はいくら飛ばしても鉄は難しいんじゃないかなと思っちゃいますね。ということで比較的スピードを上げて通過する感じじゃないでしょうか。はい、おめでとうございます。素晴らしい運転でした。そんな褒めるの？